んばんは。やばい、千穂と道具屋初めて。それな。ちょっと言って今の話。え、そう。なんかあの今ホテル着いて、一人一人カードをもらってルームキー。もう一人部屋じゃんってなって、私とココが一番にもらったけん、二人でエレベーター上がって。あの部屋に向かってたんですよ。でめっちゃ嬉しい、これで2人部屋だったらどうしようかと思ったみたいな。そうそう、もう絶対1人部屋ない。そう、もうみんなね2公演してもうからもうヘトヘトだから、絶対1人部屋がいいよねみたいな話しながら、じゃあねみたいな感じのテンションで、カード切り出して入ろうとした部屋が一緒だった。え、ここみたいな、ね、え、みたいな、びっくり、めっちゃ面白かった。最近の中で一番面白かった。え、それな、マジなんか漫画みたいだったよね。いや、マジなんか一人部屋じゃないとやってられんねみたいな。うん、それな。話しよったら、うん、全然二人だった。マジほんまにおもろい。なんかしかもさ、うん、これでさ他のメンバー入ってきたらどうしようとか言ってさ、とか言いやったらさ、ベッド2つあったらどうしようとか言ってさ、お前かい、間違いない、あんたかい、それだ、あんたかよ、あんたかよ。おもろい。初めてです、ここはと同室、7年越しの。そう、でも嬉しい。お互い、あんたでよかったわってなりました。そう、多分初めて本当にだから一通り聞きました。音気になる派かどうかとか、ココアはもうほんとね、今さっき着いたんですよ。配信始める1分前ぐらいに着いたんですけど、もうお風呂に行きました。ありえん速度。多分同部屋の相性いいかも。私めっちゃお風呂遅いし長風呂なんですよ。もうココアはもう そそくさとお風呂入っていったし、音もそんな気にならんらしくて、ですぐ寝るらしいんですよ。真逆すぎて合うかも。そう、今日ね、そう、今もう愛媛に来ています。そう、絶対配信できんと思ったけんさ、もう髪もほどいてめちゃくちゃすっぴんになっちゃったんですけど、ちょっと配信できるわと思って配信してみました。今日は香川2公演ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。もうなんかマジで楽しくて、なんかさ、7年8年目になって8年間同じことっていうか、なんかステージで踊るっていうことは同じじゃないですか。同じ分野のことしてて、こんなに楽しいんだなと思いました。なんか何、語弊があったら嫌なんですけど、なんかずっと楽しい、マジで。アンカーしてなってよかったって思いました。めちゃめちゃ楽しかった。ありがとう、ありがとう、本当に皆さん来てくださってありがとうございました。明日のね、愛媛もチケットご用意あるので、皆さんぜひぜひお待ちしてます。で、見てください、なんか痛々しいんですよこれ、人差し指絆創膏。こ
これ料理しててちょっとピッてやりましたっていうのは嘘でっていうのは嘘で、まあそれが理想の怪我の仕方だったんですけど、それも嘘で、もずくの3個パックのなんか丸いもずくのさ、ポンポンポンって入ってるやつを指でピーって開けようとしたら、紙のところにピーってやっちゃって、もう指にピーって開いて、あーあれーって感じで、そう痛いやつ、すいませんね、なんか痛い思いなんか想像させちゃって、皆さんそうやらかしたと思って、私結構定期的にそれするんですよ。結構指をピーっていくこと多くて、なんかゴミステーションの開け閉めのとこでも、いやなんか痛い話しよって自分で痛い、そうでっていう感じです。なんかさ、よりによってこっちの手マイクこうやって持つけどさ、はあマジかーって思ったんですけど、昨日やってしまって、いや、そんな感じのツアーですようやくしすぎな。ナルドさん、ゴールドクマタワーありがとうございます。クマ、クマありがとう。ナルドさん、クマだよ、ありがとう。なんか今日移動中寝てたんですよ、普通に歌聴きながら寝てて、で久々にこんな寝起きよくなんかスパッと目覚めれました。だから今寝起きなんですけど、全然寝起きな感じせん、アドレナリンがまだ出とんか。そう、うん、早いものでお礼を、でも順位ランキングが変わってないっけ、間に合うかな、もうちょっと待って、58分になったらお礼します。寝るときは好きな歌聞くのいいね。なんかさ、分からん、普通に家とかベッドで寝るときは歌聞かんなんじゃけど、移動中は毎回聞きますね。なんでだろうね。今日はししゃもさんを聞いてました。皆さん今日もありがとうございました。ランキング読みます。ちょっとまだ変わってないですけど、読みますね。と、20位、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん。19位、スカルさん。18位、ヤンキーザラ大好きマンさん。17位、フークロさん。16位、フライベさん。ちょっと違ってたらごめんなさい。読み方。15位、ロトレトウトさん。14位、円楽さん。18じゃない。13位、宮川和幸さん。12位、良平さん。11位、キョンシーさん。10位、岡山オレンジさん。9位、世界家さん。8位、おいでます元気さん。7位、ユリアピースさん。ラッキーセブン。ラッキーセブン。6位、生ハゲさん。5位、ヌルディンさん。4位、チャイコさん。
3位ガンスくんさん、スイスイ。2位ショウさん、待ってこれも読み方違った、ごめんなさい。ショウさん、ツーツー、ヨウさんごめんなさい。そして、あ、一回、じゃあもう一回2位いきます、変わっちゃった。2位テリピーさん、ツーツーツー。そしてそして第1位はペロー、ヒュン、ザルダさん、イエーイ、ありがとうございます。クマタワーもありがとうございます。ザルダさんありがとう、クマゴールドクマ感謝の極みです。イエイ。ということで皆さん早足になってすいません、ありがとうございました。明日の愛媛チケットご用意あるのでぜひ来てください。愛媛楽しみ、めちゃくちゃ鯛茶漬け